ポモナはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部ロサンゼルス郡に属する都市である。ロサンゼルス郡内では人口でロサンゼルス、ロングビーチ、グレンデール、サンタクラリタに次いで第5の都市である。2000年国勢調査での人口は149,473人だったが2010年時点では149,058人とわずかに減少している。 ポモナには、カリフォルニア州立、ポリテクニック大学ポモナ高等、健康科学ウェスタン大学がある。ポモナカレッジは隣接する、クレアモント市内にある。市内には、ロサンゼルス軍祭を開催するフェアプレックスがあり、またパワーエイド・インターナショナルズ・ドラッグレース協議会や、南カリフォルニア自動車クラブのファイナルを開催する、のポモナレースウェイがある。年代以降、 ポモナで最も新しい地区であるフィリップスランチは急速に成長しており、中心街とダイヤモンドバーシの間の丘陵に住宅が今も建設されている。今日のフィリップスランチはほとんど住宅で占められている。ポモナ北部は住宅が追加され、街路景観が修復されて中山階級化が進んでいる。ポモナ市の位置はインランドエンパイアとサンガブリエルバレーの間にあたる。 1910年の絵はがき、ポモナバレーの景色と遠くに、ボールディさんが見えるポモナという名前は古代ローマ神話の果実の女神にちなんで名付けられた。使命の命名コンテストで演芸家ソロモン・ゲイツが応募したポモナが最後まで残った。ポモナ氏となったところは1830年代にスペイン人がまず入植し、イギリス系アメリカ人が到着したのは1868年だった。 1880年代までに鉄道が開通し、コーアチェラバレエの水があることで、柑橘類を育てる地域の西の中心になった。1888年1月6日に正式に姿勢を敷いた。2005年、ポモナ市民は、グアテマラ人の血を引く女性のウマトーレスを市長に選んだ。これは、グアテマラ本国以外では初のことだった。ポモナは、 ポモナバレーのロサンゼルス市郊外にあり、北緯34度3分39秒整形117度45分21秒、北緯34.06083度整形117.75583度、34.06083-117.75583に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は22.8平方マイルであり、 すべて陸地である。ロサンゼルスからは、約27マイル東、サンターナの25マイル北、リバーサイドの31マイル西、サンバーナーディーノの37マイル西にある。ポモナ市の周りは、北西にサンディマス、北にラベルヌとクレアモント、東にモントクレアと地の南にチノヒルズとダイヤモンドバー、南西にウォルナット、サウスサンノゼヒルズ、インダストリーの、 各自治体がある。ロサンゼルス軍とサンバーナディーの軍の軍社会は、ポモナ市の南と東の市境に、ほぼ一致している。ロサンゼルス軍祭、2008年以下は2000年の人口統計データである。2000年時点で、大一子供としてスペイン語を話す者は、住民の55.47%であり、英語は37.51%、 中国語0.84%となっている。アムトラックのポモナ駅ポモナの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ20は以下の通りである。ポモナ市役所、1969年建築、設計はウェルトン・ベケットと BH ・アンダーソン・ポモナ、市委員会室、ポモナ市の最近の包括的年間財務報告書によれば、 市の歳入は2億2030万ドル、歳出は2億2550万ドル、総資産8億1830万ドル、総負債5億2000万ドル、現金と投資額8060万ドルである。ロサンゼルス軍健康サービス部が、ポモナ市にあるポモナ健康センターを運営している。カリフォルニア衆議会上院では、第32選挙区に属する。また会員では、 第61選挙区に属する。連邦議会会員では、週第38選挙区に属している。クック投票動向指数では、民主党プラス20である。2008年時点ではすべて民主党議員が代表を務めている。ダイヤモンドランチ高校ポモナ市とその周辺地域の大半は、ポモナ統合教育学区が公共教育を管轄し、 ポモナ市の北部はクレアモント統合教育学区に入っている。ホールトブールバードにはセントジョセフ小学校とポモナカトリック高校という二つの私立学校がある。芸術実業学校はモンテレーアベニューにあるチャーター高校である。ビレッジアカデミー高校も東ホールトブールバードと東エンドアベニューにある。技術を中心にする高校である。 カリフォルニア州立ポリテクニック大学ポモナ校、ポモナ地域の主要日刊誌はロサンゼルスタイムズである。ラオピニオンは主要スペイン語新聞である。他に次のような様々な地域新聞、週刊紙及び雑誌がある。ありがとうございます。